はい、今回の動画では順回転サーブの感覚練習を皆さんにお伝えしたいなと思います。順回転サーブうまく切れなかったり短く出せなかったりする人って多いと思います。今回は短くて切れた順回転サーブを出せるようになる感覚練習をお伝えするので、ぜひ参考にしてみてください。それではやっていきます。はい、この練習のポイントなんですが、ポイントはラケットを自分の方に引くことです。これ結構中高生とかで順回転サーブが出せない人、特に長くなってしまう人っていうのは、台に対してラケットを縦方向に振っちゃうんですね。こう台に対して順回転サーブを出すと、どうしてもこう縦方向、ここに対してこう直角に入るように出してしまう。どうしてもサーブって長くなってしまう。もうここでサーブを出そうとすると、縦にあったら絶対サーブって出せないですね。じゃあここからどうやってサーブを出すかっていうと、こっち側にラケットを引いてあげることによって、すいません、こっち側にラケットを引いてあげることによってサーブを出すことができる。これができるようになると、こっちでも比較的安定して短く出すことができる。自分の方に引いてサーブを出すので、緊張した場面でしっかり自分の方に引いてあげることができるので、短くてしかも切れたサーブを出すことができます。ラケットを引くときに表面でしっかり擦ってあげないと、ラケットの面が上を向いてしまっている分、擦る力がないとボールが上に飛んでいってしまうので、しっかり表面で擦りつつ自分の方に引くことを意識します。はい、以上、順回転サーブの感覚練習でした。このチャンネルが良かったと思ったら、グッドボタン、そしてチャンネル登録の方お願いします。また次の動画でお会いしましょう。またね。いいですか、今の順サーブ、順回転サーブは初心者がこうなります。こっからこうやって引くらしいんですけど、無理です。こうやってやってきた人はこうなっちゃいます。はい。